はい、こんにちは。日本改革と奥沢です。八代曽根康様、山彦マスター様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金、河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。何度もご支援いただきまして、誠にありがとうございます。東京29区町屋駅で凱旋してまいりました。今日、風強かったな。頭冷えちゃって、こめかみ痛くなっちゃいました。アイス食った時みたいにね、声かけてくださった皆様ありがとうございました。頑張ってーなんて通りすがりね、言ってくれた方々いらしてですね、なんか強い風で山口県の沖合で韓国の船沈んじゃったんだってね。転覆して、11人のうち1人は助けたんだけどみたいなニュース見ましたけれども、なんかケミカルタンカーつってなんか薬品積んでたらしくて、汚染が心配ですね。どこまで日本に迷惑かければ気済むんでしょうね、あいつら。トルコ政府からテロ支援団体指定を受けている日本クルド文化協会のワッカス長楽、この人はワッカス個人としても資産凍結トルコ国内の資産凍結されてる人みたいなんですけど、はじめ11人のクルド人がフリージャーナリスト石井孝明さん、孔明っては読まないよな、高明さんだよな多分、を提訴。我々の名誉を傷つけたから500万円払え。こういうのはだいたい弁護士費用も付け足して550万円払えってなるのが普通なんですけど、キリいい数字言ってきましたね。産経、外国人が集団で個人を訴えるのは異例。まあフリージャーナリストって、いうことですけれども、まあ自称ですからね。不起訴になったけども、石井さん殺すとか、ここに死体持ってくるとか、脅迫されてですね、クルド人1名が逮捕されております。不起訴になっちゃったけどね。ワッカス、一方的にデマが拡散され子供がいじめに遭うなど、クルド人に大きな被害や影響が出ている。今回訴えた相手はデマ拡散の中心的人物であり、我々は涙が出るほど苦しい、人権侵害を受けている。日本人死ねって言ったのワッカスの弟じゃなかったかな。なんかすげえ被害者ぶってるよな。呆れちゃうんですけどね。世論であります。言論弾圧、スラップ訴訟、不法滞在者が調子に乗るなよ。原告の中にトルコから資産凍結されている PKK2 人も混じってるのおかしいでしょ。下は兄弟かな、ワッカス兄弟2人混じって11人なのかな。加担してる福島みずほの入れ知恵かね。石川大河、福島みずほの元秘書石川大河参議院議員もなんかツーショットで写真撮ってたな。してみっと北朝鮮なんでしょうね、黒幕が。北朝鮮とその PKK が仲良しで、そういうことになってんだろうな。こんなありさまで強制なんて無理、こんな態度だからますます日本人から嫌われるんでしょうが、変にクルド人を応援している議員が司法に圧力かけないか、和田とか和田とか和田とかかな、新藤とか新藤とか新藤とかかな。不法滞在者って提訴できたの？産経しか報道してないやっぱり、というかどっこも報道してない、産経しかって。不法滞在者って提訴できたんだ。それとも合法滞在者が一人でもいればできるのかな。不明であります。ワッカスね、どっかの外語大の准教授じゃない、臨時職員っていうか臨時教授になってるみたいなんですよ。もう今年は講義の予定ないって、なんかほぼ首っていうか、ほぼ解雇っていうか肩書きだけなんですけど、弁護団強制してくれって昨日言ってましたけれども、先にね日本人死ねっつって強制拒否してんのはクルド人の方ですよね。日本人の女子中学生やね、強姦する連中と強制なんか無理ですよ、全然無理。石井さんの他にもですね、日本人と企業を訴えるって言ってるそうなんで、私もやられっかもしれないですね私もやられっかもしれない。まあやられても黙んないですけどね。言論弾圧されないですけどね。黙んないですけどね、私は。経産省、4月から再エネ賦課金を年間1万円上げます。1世帯あたり平均で年間1万6750円徴収します。なんかじゃあ今は
6752円ぐらいなの？いきなり3倍にしますよ。発表しておりました。世論です。給料増えても負担が増えたら意味なくない？半原発どものせいやな。もう電気使うのやめるしかねえ。太陽光発電で中国が儲かるんやろ。太陽光発電の普及なんか望んでないのに意味不明すぎる。半原発の連中からだけ徴収せえよ。年1万はやばすぎる。アップしたお賃金が早速吸い取られて草。半原発という国民の敵。太陽光パネルに補助金出してるからだ。賦課金とか社会保険料とか国会通さなくても省庁が勝手に値上げできるの本当ダメ。再エネなんかやめればいいだろ。本当だ。復興税どうなった？ちゃんとなくした？復興税の代わりに森林環境税なんてものを作ったと。再エネ賦課金はいわば環境税ですね。太陽光発電や風力発電の普及なんか誰も望んでないのに補助金ジャブジャブぶち込んでそれの原資になっていると。んでね、あの日本大使が儲かるっつ河野一族潤うための金ですね。日本端子税あるいは河野一族税って名前にしたらどうだ。まあこんなこと言うとあの追加で訴えられそう。河野に訴えられそう。怒っちゃって、SDGs なんかあの日本以外ではもうとっくにされてんのに日本だけが飛びついてんのはですね、こういう余計な金の流れ、余計な税金支出を作る建前になっからですね。どうせ経産省はですね、太陽光発電者協会やら風力発電者協会やら作って天下ってんでしょう。省庁はあの天下り団体作るチャンスだから余計な支出したいんですよ。もう心の底から余計な支出できないもんかなって365日20時間考えてるのが省庁官僚どもであります。賦課金って名前ならですね、あの経産省は勝手に3倍、いきなり3倍増税できる仕組みなんとかなんねえのこれ。テレビ持ってる人だけですけれども NHK 税っていうのも払ってますよね、日本人はね。このゴミみたいな仕組み放置してんのも自民党だよね、所詮はね。会見だの、あの竹島奪還だの、国民が望む仕事は一切しないで下着パーティーやってんだからもう白目になっちゃいますよね。2018年12月に起きた韓国海軍による海事哨戒機照準レーダーロックオン事件について、海上自衛隊偵察機に照準レーダーを当ててロックオンしたっていう事件について日韓両政府が再発防止策をまとめた合意文書の策定に向け調整中。酒井亮海事幕僚長、昔で言ったら海軍大将、合意できたら発表するわ、合意できたらだって、なお韓国政府はロックオンの事実はないって未だに言い張ってんだって。だったらあの壮大な BGM 付きの言い訳映像何だったんだ。哨戒機が低空飛行で威嚇したからやむなくて言い訳は何だったんだいうですね。もう2点3点7点抜刀してっけどさ、言い草が。世論です。断行が一番の再発防止策、何を合意したところで守らないんだから無意味、全部韓国のペースで終了する、これが自民党政治、条約すら守れねえ、守らねえ、行かれた連中と何合意すんの、何を合意しようが無駄なのに。これでまた日本だけが一方的に合意に縛られることになるぞ。どう見ても故意にやったんだから必要なのは関わった人間の処罰だ。やってないって言い張ってるなら原因究明せずに再発防止策なんか作れんの。遭難船を捜索していた、嘘。天気が悪かった、嘘。改正火器管制レーダーは使っていない、嘘。自衛隊機が威嚇してきた、嘘。壮大な BGM 付き映像作成、全部嘘。そもそもやってない、嘘。嘘に嘘を重ねてですね、自分でも何言ってるかわからなくなって事なきを得た。得てないんですけどね。こういうのはあの嘘煙幕って言うんですよね。嘘連発、星の数ほど嘘ついて相手も自分も何がなんだかわからなくなる、混乱させるっていう手口ですね。そもそもあの韓国と何約束して守った試しあんのかと。無駄なんだから一切約束も合意も協定もせずに
ガン無視もしくは難癖嫌がらせを続けるのが正しい日韓関係だと思いますよ。なんせ竹島軍事占領してる敵国とそもそもなんで合意すん、難癖嫌がらせして文句言い続けるのが正しい日韓関係だと思いますけどね、韓国軍はですね日本は敵国ってちゃんと認識してからロックオンしたんでしょうが、このですね敵をきちんと敵と認識する点では韓国軍は正しいよ。日本っていうか自衛隊寝ぼけてますよ、日韓は正しく敵国同士なんだから、正しくね敵視しないとね危険ですよ。敵はちゃんと敵視しないと。いつも韓国ペースで終了。自民党がですね韓国政府をぶちのめせない、ぶったたけない理由は、毎日毎日韓国から降り注ぐ72億円の現金という事実があっちゃってですね、韓国へ毎日毎日約210億円輸出している。韓国から毎日約138億円輸入してます、210億円売って138億円買ってる、毎日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 72億円の儲けが韓国から入ってくる、降り注いでくる日本に。自民党はこれのためにですね自衛隊員が危険にさらせてもいいって思ってるし、竹島なんか永遠に戻ってこなくてもいいって思ってますよね。だから何十年も放置してますよね。いわばですね領土と誇りと名誉を金で韓国に売ってんですよ。生活保護があるってこれも食わせてやっから黙ってろって意味だしね、食えるから儲かるから名誉や誇り領土は放棄しろって、我々家畜じゃないんですよ。人はパンの実で生きるにあらずって言ってたでしょ偉い人が昔、この誇りと金を交換する自民党政治、子供孫老い姪に引き継がせたいですか。私は引き継がせたくないですけどね。毎日72億円入ってくんだ、儲かってんだ、韓国様々なんだって言ったってですね、潤うのは自民党と関係企業だけで、我々には何の関係もないでしょ。名誉を傷つけられてる我々には腹立たしいだけで、何の恩恵もねえよね。毎日72億円入ってくる、ウハウハだっつったってね、関係者だけだっぺ、ウハウハしてんのは。あと自民党とさ、辺野古基地反対集会、正体を表す、日米の基地をいらない、日米の基地いらないを連呼、米軍基地だけじゃなくて自衛隊基地もいんねえのかよ、皆に呆れられておりました。世論です。馬脚を表したら正体隠す知能もないのか、言うほどいつも正体隠してないけん外観誘致したい連中なんだから、日本の自衛隊がいるのも困るんだろ。こいつら日本人じゃないし、人民軍基地なら歓迎なんだろう。こいつらのほとんどは県民どころか国民でもない、基地どころか日米いらないぐらい思ってそう。琉球新聞はこれを問題発言と考えてないからそのまま報道するんだね、基地なくしたら中国が攻めてくんだろうって言うと、中国が攻めて来るはずがないって言うんだよねこいつらは、欲しいのは人民軍の基地だもんな、日頃からそんなに外国の工作員であるって正体隠したいとも思ってないし、隠せてないよねこいつらね。琉球新聞はこれが問題発言と思わずにそのまま報道してんだから、連中の間では常識っていうか全く問題がない主張なんでしょうね。これが日米の基地やったら人民軍の侵略邪魔だしね、県民どころか国民ですらない、汚いね不法占拠のテントの中、ハングルと艦隊時の張り紙だらけですわ。外国の工作員ね好き放題させてんのも自民党ですよ。もうそんな余裕ねえからな、中核派核丸派明らかな人殺し団体を未だに存続させてんの自民党ですよ。何やってんだって話。共産党もさ。その他のニュース、マイナンバーカードと運転免許が一体化。マイナンバーカード自体がスマホに搭載されてですね、スマホ免許が実現する模様であります。さらに32の国家資格証明を搭載すると発表。搭載される資格は医師、歯科医師、薬剤師、看護師、循環保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、市の訓練士、臨床工学技師、技師装具師、言語聴覚士、臨床検査技師、診療放射線技師、歯科技工士、歯科衛生士、
あんまマッサージ、指圧師、針師、灸師、柔道整復師、救急救命士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士、管理栄養士、栄養士、保育士、介護支援専門員、社会保険労務士、税理士と、実は私の姉が理学療法士、リハビリの先生ですね。で、旦那、義理の兄ですか、言語聴覚士で、働いております。もう引退する時期かな。獣医と弁護士は入ってないのか。あ、私獣医ですけど。まあ、獣医師免許見せろって言われる機会めったにないっていうか、ほぼないですけどね。都心部以外の大人は、ほぼ筆記の運転免許がマイナカードに一体化、スマホに一体化。で、従来の運転免許が廃止ってことになったら、嫌でもマイナンバーカード必須、筆記になりますよね。パヨとスパイと交差銀が活動しにくくなってよろしいんじゃないんでしょうか、これ。文科省、教職大学院を卒業して、教職についてくれた学生が、大学院在学中に、日本学生支援機構から借りた奨学金は返済を免除すると発表。ちょっとわかりにくいんですけど、まあ教職員が足りないと。みんな教職員になってくださいよ。奨学金免除すっからさ、条件あるけどっていうことらしいんですけど、対象者は年間1100人程度になる仕組み、教員になればチャラってことで、借りないと損ですね。教員になろうと思ってる、教職大学院生は。だが人手不足は教員に限らずなんだよね。奨学金返済免除審査協会とか作って天下りたいだけなんじゃねえのかなって疑ってますけどね、私。マイナス金利解除に伴い三菱 UFJ 銀行、普通預金金利をなんと20倍の 0.02% にすると発表。これ他の銀行も右習えでしょうね。0.02% ぐらいにするんじゃないかな。100万円預金していたらなんと年間200円も利子がつきますね。アンパン買えますね、これね。銀行はお前らの預金などいられてことなんでしょうね、きっとね。20倍にしても 0.02%。ということは今まで 0.001%。0.001% ってことは10万分の1。っていうことですか。万が一じゃなくて10万分の1ってことだったのか、利子が。すごいなぁ。本当にお前らの預金なんかいらねえってことですよね、銀行はね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。やっと11万8000登録になりました。12万登録目指したいんで、銀の盾相変わらず YouTube さんくれません。どうなってんの、忘れてない。でも13万登録越してやっともらえたって人もいるんで、気長に待ってようと思います。今年中にですね、2018年6月から開始だから、まあ、6年弱経ってんのかな。今年中にですね1億再生行きそうです、目指しております。そのために毎日頑張って休まないで動画上げたいと思いますんで、皆様よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。